レッスン12 Blind Quantum Computation 秘匿量子計算まずはステップ1古典・コテンクラウドと量子計算の説明したいと思いますがまずはそのクラウド・コンピューティングはまあ割と新しい手法なんですがそれが多くのことには、えっと、データセンターを使って 物理的なコンピューターをいっぱい用意して、みんなはシェアして、それがそういう仕事には、ね、サービスを売っている会社が多いでしょう。そしてそれがクラウドコンピューティングなんですが、今回にはリアルシの場合にはどうなるでしょう。それからそのクラウドコンピューティングが、まあ、コストエフェクティブなんでしょう。それが費用対効果が高いでしょう。それが、えっとまあ、 自分で全てのものを買わなければならないし、シェアでできることもできますので、それが重要になります。それから、そのスケーラビリティがあるんですが、その拡張性が高いでしょう。です。例えば、自分で、自分のオフィスとかにあるデータストレージの容量とかにはそれが足りない場合には、 増やすためには、自分で店に行って、あるいはネットで注文して、新しいものを手に入れて、そして拡張しなければならないでしょう。そして、クラウドだったら、もうそのクラウドサービスプロバイダーが、もうその,あの予備のためには別の容量は用意してあるので、ただ、数クリックのインターネットの上でそれが拡張できるでしょう。それから、容量は買いすぎだったら、それももう、あの、 返せないんですけれども、クラウドのサービスだったら、その、えっと、契約、経由でそのあの使っているデータ容量は、えっと、縮小できるかもしれません。そして、リライアビリティなんですが、それが信頼性が,が高いでしょう。そういう大きな会社を、あの、 これをするための仕事の専門家はいっぱいいますので、できるだけにはコンピューターがダウンしないようには頑張っているんでしょう。それから問題はあまりないになると思いますが、自分でその専門知識とかは必要ないので、それのメンテーは簡単になります。そしてそれがグローブ c ー s ク i ス l e というのは全世界のどこでもからつなぐことは可能でしょう。さて、 それが古典ンンのことだったんですが、漁師の場合にはどうなっているんでしょう。まあ、先の説明したベネフィットはすべては漁師クラウドにも,にも与えられると思いますが、一つの違いがそのアヴェイリビリティになっているんですね。そしてそれが、えっと、どのぐらいアップタイムになっているのか、それがまだその漁師コンピューターの方が壊れりやすいになるかもしれません。 それから、量子シコンピューターは基本的に、まあ、世の中には台数はそんなに多くないなんですが、まあ、IBM、Google、IonQ、いくつかの会社は,はと使えるなんですが、あのネットワークの上には繋がって使えることになってるんですが、まあ、まだ世の中には台数は少ないでしょう。 それから自分で作りたいか自分で買いたいものだったら非常に高いでしょう。それがまあ劇的によって高いと言えるかもしれないし、まあ、天文学的によって高いと言えるかもしれない。そしてフラジャイルのことになっているのでちょっと壊れやすいでしょう。それからのメインテーは,は,はそれが,がかなり、えっと、あの専門知識にも必要になりますのでそれも高いし。 そして、それを運営するためにも、その、その、専門知識は必要になるでしょう。それから、量子インクラウドが必要になります。さて、コンテンクラウドの上ではできると思いますが、それが、まあ、新しいサービスにはできるでしょう。現在にはこういう形になっているんですが、これが、えっと、レッスン7のところには若干説明したんですが、人。 あるいはクライアントがと、リオシーインターネットの経由でリオシーコンピューターを使っているんですね。それから、そのフローがどういう仕事にはするのか。まずは、プログラマーが、その他、リオシープログラム、リオシー回路を用意するのなんですが、多くの場合には、まあ、現在と,としては、Python の,の言語を使って、それのソフトウェア、ライブラリーなどを使うでしょう。それから、 どっちの機械で実行したいかは決めなきゃいけないんだけど、まあ、時々それが合わせる、合わせなければならないので、それがもしかして数回を繰り返す場合になると思います。それが、えっと、キュービットの容量とか、エラーレイトとかにはどのぐらい待ってる人いるだとか、それそれあのチェックして、どっちの量子コンピューターを使いたいかを決め,る決めます。 それから、最後のステップは、そのコンピレーションなんですが、そのコンパイラーが、そのマシーンに適切されている量子回路を作るでしょう。そして、それが自分のところ、自分のラプトップから、そのサーバー側に送りますが、ついでに何回を実行したいか、それも、そのデータとかも送ります。そして、実際にはそれが実行するでしょう。 それから、最後には、実行したマシンのデータ、それが工程のデータになっているんですが、それが、クライアントとしては自分のところには返していただいて、最後には、それの上には、自分の解決したい問題ができているかどうかは確認することができるでしょう。そして、それが、あの、クラッシカルクラウド経由でやっている、なっていると、まあ、誰でも、その、リオシュコンピューターは使えるでしょう。 研究のためには使えると思いますし、教育のため、あるいは自分の勉強にするためにも、それがえっと、えっと、教育もできるし、人材育成もできるし、そしてパブリシティ、それが,が PR のことなんですが、非常にには、その、漁シ計算はあの劇的にのは話題になっているでしょう。そしてその 全世界にはみんなが,が興味になっているので、自分の会社もやってますとか伝えたい会社は、このクラシカルクラウド経由で,でクワントムコンピューターを使っている会社はあると思います。それから、もちろんそのクラシカルクラ,クラウドは既存にありますので問題ないでしょう。そしてそれが、えっと、限定はあるんですけれども、いろんな問題があるんです。まあ 重要なのは2つは伝えたいと思いますが、まずはそのプライバシーは,はなくなってしまいます。そしてそれが一癖を作りたいと思いますが、現在の状,状態としては、自分でそのシコンピューター、タ漁師プログラムをコンパイルして、サービスプロバイダーに渡しますので、どんな計算をやってるか、その会社が分かるようになります。そしてそのインプットデータも、もあの、 見えるようになってしまいますし、アウトプットデータも見えるようになるかもしれません。そしてそれが、そのサービスプロバイダー、そのリクラウドの用意している会社を信頼しなければならない。それからもう一つはデータの完全性なんですが、この場合だったら、クライアントが、そのプロバイダーが、えっと、プログラムを ちゃんと実行したかどうかを確認,確認しにくくなります。そうすると、量子クラウドを使えば、この,この脆弱性には対応できます。そして、それを次のステップに説明することになります。